FC まわりの金井がいかないとー皆さんこんばんは FC まわりの金井がいかないとパーソナリティーの金井良一ですこの番組は今治市日本拠地を置く FC まわりの金井が 楽しく選手を交えながらお送りするはちゃめちゃでラフな番組になっております前回は、えー、背番号6、えー、宮尾浩一選手背番号21今川雅樹選手に出ていただきました、えー、前回はですね、まあ、2人の仲の良さだったり、まあ、2人でよくカフェ出かけるみたいですけどもなんかエピソードのその話、まあ、たくさん聞けて、まあ、彼らの関係性がちょっと少し気持ち悪いなって思うところもあったんですけれども まあ、ぜひね、まだ聞かれてない方は、FC まばり YouTube チャンネルから、えー、ご視聴ください。えー、さて、今回もゲスト交えて放送していきたいと思います。じゃあ、早速呼びたいと思います。背番号8番、玉城俊吾選手です。お願いします。お願いします。もうベテランもうベテランっすね。ちょっと遅いっすね。呼ぶの。<laughs> いやいや、前、まあまあ、最近やねん、た。いやいやいや、ちょっとスパンが長いというか。<laughs> どれぐらい欲しいいや週一 <laughs> いや毎回や <laughs> これ週一でやってるからさ週一なんだこれ、ねうん、じゃあもう一人、えー、背番号15番福田翔選手ですよろしくお願いしますしお願いします翔はラジオもう慣れっこやろああもう慣れっこですねもういけるなはいいけますそうえそれた、ま、たまとの会はどう大丈夫 もう最高ですもうだって今日やるにあたってショーが全部回してくれるって本当。はいもう回しますよショー回してくれるらしいよショーに任す全部任せましょう普段はやっぱこうちょっと物静かなイメージあるけどこれやっぱ喋らせてたら多分喋るんですよ好き多分喋るのえショ好きそういうのでも心開くやつ開かんやついるやろでもそれは結構ある まあどちらかというとそうね、はい、だからお前まだ開かれてない <laughs> でもこの間リハビリの時にもうめちゃくちゃ声出しながら自分鼓舞してリハビリしてた<笑><笑>自分にはお前を鼓舞してたわけじゃないあれはだから俺じゃなかったらもしかしたら出してない可能性ああなるほど 開いてますよ。一個フィルター、岸さんっていうフィルターはいたんだけど、あれいなかったらもしかしたら出してないかもしれないけど、岸さんにはだいぶ心開いてるいや、相当開いてる。俺が見た感じ、岸さんのハンチョルには、ああ、開いてる。そうですね、でも、サバんにももう、めちゃくちゃ開いてると思う。いけるうんうんじゃないよ、お前。でも、タマは結構あれじゃないでしょ、選手から、タマのやついないやろ。あそうでですね誰も 喋るし、うもうみんなから好かれてるし、本当にすごいなと思います。本当永遠の二番手よね。本当 <laughs>。ら三番手。<laughs> <laughs> サポーターの人も、たま嫌いな人いいんけど、一番はあんまりいなくない？<laughs> いる？い,いないね。だから最近露骨に出るのは、うん、あのインスタグラムのこうストーリーとかあるでしょ。あれみんなこうタグ付けとかしたらさ、こういっぱいこうみんな選手載せたりしてんだけど。 やっぱ多い人はやっぱさこうパパパパパパパ,パ,パ,パはいはいはいこ、はいつがやっぱ少ないもんね <laughs> いやあるのあるよ嬉しいないよないよあるのよ <laughs> <う>ないよ何言あるあるそれは嘘つかないけどある,あるけどやっぱすごいある人はやっぱ多い,いだしい見,見るんだそういうの一を見るよこう <laughs> 結構多いなし<ー>かし逆に多い人とかは逆にもう載せない人とかもいるまあそれは人それぞれ性格もあるからショーとかは結構やっぱ人気なのよ人気だねショーとかは別に SNS そんなにまめじゃないから、うん、多分ねうん、うん、あれだけど多分相当多分そうねタグ付けされたらみんなこうなんていうタグ付けされたらみんな出すんだ 結構出すし、出してる今までは多いと思いますけどね。確かに、俺も出してないもん。ないでしょ。一出さないようにしてる。出さないようにしてる。ないんだよ。素材がない。ないでしょ。ないんだよないんだよおかしいよな。あるよ。いやないかもあのファンカンでなかったらもうないよ。ああ、ファンカンなかったのかな。ファンカンとあとじゃシャウンかいか。シャウンかいもしかしたらまたあるかもしれないね。まあそれまあまあまあ求められたらやりますけど。 求めらられたね最近だってもう何か何でもやだよねすごいよね本当に何でもやってる何でもやってるいや都合のいい男よ都合のいい男よいいよそれで俺は必要とされるの大事やからまあ間違いないよ必要とされるのと都合のいいはまたちょっと違うかもしれないけどでも必要とされてなかったらそれお願いされないからそう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 ポジティブやわすごいすごい ポジティブだそれはじゃあ翔はもう玉は出演 OK でいいってことやなあもう全然お願いします何で腕組んでうんうんって言うてえ二2人ともそのコンディション的にはどうなん翔はどう体今ああ自分は多分もうちょっとかかりそうですねまだまだはいえっ玉は聞いとく位置俺ももうもうそろそろボチボチって感じですねなるねこの この昨日か昨日10月24日あーホームで久々に、えー、勝利して、まあ、2人ともまあ試合に絡むことはできなかったけども試合見てどうやったかっていうのを一言ちょっともらいたいなと思うんで師匠は試合見て4対2で勝利してどんな感想やったあまず得点が4点も入ったっていうのがすごく嬉しかったですね。うんうんうん 選手もサポーターの皆さんもめちゃくちゃ生き生きしてやってたんでなんか久しぶりにめちゃくちゃ嬉しい気分になりました面白かった試合はあ、面白かったです賞が出てたら、まあ、5点目6点目あった可能性あるよねそれはうんまあそんなこともないですよ <laughs>、はい、謙遜謙遜やな玉 <laughs> が痛いただって5点目6点目どころかえっと3失点4頼点絡む <laughs> <laughs> 多分試合見てどうやっていやめちゃくちゃ良かったと思いますねそれこそ正面って4点、うん、複数得点取れたっていうのと、うん、やっぱりここ最近まあ勝ちはなかったですけど、うん、こう決定機とかチャンスを作る機会がすごく多くなったっていうのは、うん、やっぱ見てる人もすごく楽しいだろうしわくわくしてくれたんじゃないかなっていう、うん、まあそれが結果にもつながったんでまあ 確かにまあ、前回前々回と、まあ、シュート数は多かったものの、まあ、勝ち点を取れずにでもこの試合は約2,000人近いお客さん来てくれたから、まあ、そういう意味ではそういう期待もあったのかなと思うけどでもお客さん増えるとやっぱ試合出たいよな。そうですね出たいですね俺は俺も準備しとこう <laughs> <laughs> じゃあちょっと質問がね 人気,人気なのかなほぼショーやろな,なんで <laughs> たくさんいただいてるんでちょっと質問どんどんいきたいと思います、えー、ラジオネーム松潤さんありがとうございますたまちゃんショーくん、えー、万全の調子でピッチを駆け回ることができる日を一日も早く来ますようにと、えー、ところで二人とも <laughs> 去年と髪型が違うと思うんですが今の髪型気に入ってますか<ー>今後挑戦してみたいヘアスタイルありますかショーとかえ去年と変わりました変わった俺去年どんそんなに変わった 去年はもうちょっと長かったんじゃない違うかいや去年こんぐらいでしたでもでもちょっと前前がもっと長くなったもっと重くなかった重かったっすねちょっとなんかセンター分けみたいな感じだったあああったあった去年でも一時期なんかめっちゃ短い時ありました横を買ってはいはいはいあったあったちょっとおっとお前もう見てないですかたやつ もう悲観、もう悲観っぽかったですねベヒカムベヒカムあいやショー知らないよもうベッの知らないよ知ってますよあ知ってるか知ってるか知ってますえその今はなんか髪形気に入ってますかっていう質問は気に入ってるって自分で言うのもあれやけどあそうですねでもまあ気に入ってると思います自分の中でもショーって染めたことある一回だけあ嘘。去年金髪 っけあっいやあか色がだんだん落ちていったよねだよねちょっとシルバーっぽかったああああでもなんか真っ黒だね今真っ黒黒かわいいけどなかわいさ売りにしてんなお前これはでなんか顔がめっちゃ綺麗だからさちょっと韓国人っぽいああそうねそうねそんな言われたことないんですけどいやに確かにでもそうかもしれないタマはどう でしょすえ髪型<す>去年と違いますけど今気に,気に入ってますかみたいなこの間何だったら何かのイベント、うん、の時に何か。 間違ったパーマっていうこと言われたって。<laughs> パーマ当て、今も当ててるやん。当ててますよ。うん、パーマ間違ったパーマ。ですねって言われたこと、<laughs> 誰に。なんだっけ、なんかイベント、りょさんなんか、この間、よくイベントなかったっけ、出てないか。オンラインかなんか、なかった、ないか。ま <laughs> 誰にだった。違う、違う<誰>、違う。せ、ファン、サポーターの人もいたんですよ。<夢>パーマ、あ、なんか、髪型について、どう思いますかみたいな、うん、なんか、そんな髪型に触れる機会があって。うん 間違ったパーマーですねみたいなコメント欄にこう出てきてじゃあえ自分的にはパーマー俺はいいと思ったんですけどめちゃくちゃいいですよほらいい、はあ、最高す誰似てるだっけもう BTS のテテやめてテテテテテテさん <laughs> なるほどあチームメートのなんかヘアスタイルで なんかあったらコメントも聞いてみたいってあるけど。いや今治多いっすよ。なんかやっぱこの変なやつ変なやつ,変なやつ多い。<laughs> 例えばサッカー生じゃないよ。髪型ばっか。<laughs> ああ<ー>意識してるよね。今側<が>今側ね。もうパーマかけて染めて,、うんうん、て忙しいあれは。忙しいね。もう, <laughs> <laughs> もうこの前のファン間でも宮尾はね、高一はもう。 首をもうガー曲げてやるから毎日ムチ打ちでドライヤーしてるってそうあのドライヤーの件でちょっと一つ話があってロッカー二つ分かれてるんですよホームとアウェイでねでホームのロッカーは基本的にこう上の人たちとかまあショーもそっちのホームの方なんだけどまあごちゃまぜでやってるんだけど俺の方がアウェイのロッカーであの若手プラス外国人選手たちみたいな感じなんだけどでロのまあ おのおのこうドライヤーが二つずつぐらいあるんですよ、うん、で,でホームのロッカーはすごくあのめちゃくちゃいいドライヤーなんですよか<ー>やこっちのアウェーのロッカー<お> <laughs> あの ターボにしてもめっちゃ弱い。ローみたいな。やっぱあるんじゃないホームとアウェイの洗礼みたいなのあるんじゃない分けて三十 ?30 分らられ乾くの。お前の髪でも。俺の髪でも。やばいし。事こもうすごい。猪狩さんだったら20分かかんなじゃん。猪狩さん、痛い。痛い。ーフだ。縦入ってくるよ。それは。なるほどな。じゃあちょっと続いて。ラジオネーム、いかさん。 え福田翔選手へドリブルが速くなるにはどんな練習したりいですか試合に出る前はどんな気持ちですかいつも応援します大好きですというコメントです,です<イ>ドリブル速くなるにはこれはたま関係ないと思うんであいでかちゃんこんにちはああ分かるんや分かりますよドリブルが速くなるにはどんな練習<し>なドリブル速くなる練習ですかとりあえずもうめちゃくちゃボール触りましたね暇さえあれば 練習前も公園に行ってボール触って練習してたしもうとりあえずもうめちゃくちゃボール触って練習しましたちっちゃい時からドリブラーやったんああそうですねどちらかというとドリブラー好きだったね大好きでしたなるほどなはいボール持ったら速いもんね。早いね早いんすか早いよんか感覚ないの自分でありますやっぱりなんか困ったってストライドでかないうんそうかスーっていくっていうかさ 1年目の時にショーが入ってきた年のときとかはあんまりそれをなんか出せてなかった感じがするんだけどやっぱ去年の最初のシーズン始まっての立ち上げからなんかかちょっとちち違かっとた中盤からゴール前まで運ぶスピード早い、うん、なんか1人は剥がせるっていうなんか自信がある、ねうんうん、だし 俺らも思って確かに前向きでボール持って感覚があって1対1やったら横にサポートつかんでも自分サポート側も前に行けるもんねそうそうそう分かる早いうしいですありがとうございますそれはちょっとしらやましいうらやましいな得意でもドリブルまちゃんはどんな練習俺はドリブルのドリブルドリブルしないかな どんな練習いやだから俺も昔ちっちゃい時,ちっちゃい時小学生ぐらいの時はドリブラーでしたよへ<ー>えそ,れそうじゃないですかやっぱりまあねやっぱり自分ボール触りたいもんな触りたいし一体、うん、こう一応中心的な感じじゃないですか、うん、だから自然とドリブルして自分で点を取るっていう,うん、うん、でも大きくなるにつれて、うん やっぱ変わりますよね限界を感じる限界を感じてるじゃあちょっと質問まだちょっとしか読めてないけど曲の方行きたいと思うんでこれどっちの曲 <laughs> どっちともですね、まあどっちともショーも好きなんですよじゃあタマーがタイトルコールお願いし、はいいい、えっと、で。 BTS さん「パーミッショントゥーダンス」でした玉ちゃんこれ曲選んだ理由はまあショーも BTS 好きでよく聞いてるみたいんですけど僕はそんなに好きじゃなかったんですけど、うん、あのつい最近の話で奥さん BTS めちゃくちゃ好きでこの間家帰った時に、うん、あの明日 BTS のオンラインライブがあるから、うん、夕食は各自で <laughs> <laughs> 言われて業務連絡たの唐突にねそこのメーオッケーって言って次の日夜夜というか家帰ってきたら市販の鍋のもみたいなのがテーブルに置いてあってあこれ作ればいいんだなっていう食材は食材は隠しだけ冷蔵庫にあったからそうこれ入れて食材入れたら作れるよっていう怒られへんかったんです キッチンに水使ったりさ火使ったりしたら音出るわけでしょそうねそうねまあ多少なりともやっぱ言われるよそこは音がそうだから注意細心の注意を払って邪魔しないように退場のレッドカード出なかった出てないギリそれはセーフそうでもやっぱ俺もそれでちょっと見入っちゃうからそれ見ておいめっちゃいいじゃんと奥さんはもう集中して見るからと飯どころじゃないよどころじゃないよそれは入ってんだ 俺らがサッカーやってるみたいな感一緒入っちゃったらもう見えない見えない周りはえショもそうやってオンラインライブじゃないけどそういう DVD 見たりとか映像見たりするのしますねめちゃくちゃはいショも好きなの好きですこの曲は好きこの曲も好きですああなるほどねえタマはこの曲は奥さんこれが好きなのえいやそれ好きってわけじゃないんだけどあの俺昨日そのオンラインライブの最後の曲だったのこれが ね、うん、おめっちゃいいじゃんと思って、おそっからね、そっから <laughs> <laughs> はい、ありがとうございます、じゃあ質問、戻りたいと思います、ラジオネーム、カラコロリンさん、玉城選手、福田選手、金井さん、こんばんはいつも素敵な笑顔と癒しをありがとうございます、老若男女から大人気のお二人に質問です、いえいえ、いいえ急に寒くなって、朝起きれば、毎日バタバタして、ぎりぎり出勤しています。 練習日はしっかり朝食をとってゆとりを持って出勤してますか早く起きれるコツを教えてください金井さんの話術すごすぎますこれからも応援してみます <laughs> 絶対書いてないよそれ読んでくれ読んでくれ一応読んでくれ本当。トはいろいろそってホントはホントはね全員これ入ってるの一文 <laughs> 一い,ぜいつもね省略してんだけど今回読ませていただきましただとしたら全部カラコロリンさんの覚えてたね <laughs>

ご飯と味噌汁と納豆みたいなあ大体そんな感じですねあとフルーツとかはいはいはいえすごいねたまなんでだって鍋の素置かれてるだけでしょ朝はきついだろ朝鍋の素はえ朝得意朝俺起きるの得意ですよ結構朝俺得意であのカラコロリンさんどうか分かんないですけどコンタクトの人だったら 結構でもコンタクトつけたら結構目シャキッてするんですよなるほどなこのカラコレンしたん多分違うわだってもう起きれないんだ起きれないでしょ起きれるけどバタバタしてからだから早起きてもう目開けれないけど無理やりコンタクト入れるんだ入れるもうこう開いて広げて広げてじゃあ目冴えんの目冴えほんコンタクト入れたら目冴えるよ目覚まし一回で起きれる目覚まし 1> 1で,もでも1回3回ぐらいか5分おきぐらいにかけるけど1回目で起きてでも結局3回目で起き上がる感じなるほど<ー>全然コントロールと関係ない <laughs> <laughs> でも光入れるために目に一回携帯こう見るやっぱちょっといじってっていうの一回それで迷惑メールで引っかかっちゃったのがあってさ どういうことどどうううういいここととヶ月なんかアマゾンプライムアマゾンの支払い請求がなんか「延滞してます」みたいなショートメッセージみたいな来ててマジックやと思って朝寝起きよいつもの感じでマジック開こうと思って開いてみてでなんか「クレジットカードのカード番号入れてください」みたいな入れちゃった寝起きで寝起きいや朝不得意じゃん入れちゃってよ 冷静になって、うん、これやばく、ね、<laughs> <laughs> <laughs> 朝一電話してカード会社に、うん「こここんなことが」うん、であ今んところ使われてることはないですけどね。うん カード買えますかみたもうん、そこからもカード変更もう変更手続きもう超面倒くさい <laughs> その一つで朝朝得意なコメントもらってたのに不得意やん結局 <laughs> いやいやいやでもそんなこともあるよってことああなるほど、ね、あんまりだから携帯使わないうい, <laughs> いや手でツサインされても <laughs> あの映像としては残らないんでこれ <laughs> <laughs> いやでもなるほどなちゃくちゃおもろいやん <laughs> じゃあラジオネームどうしようかなこれにしようか ミニクロワッサンさんまちゃん翔くんに質問です先日引退発表された園さんとの思い出を教えてくださいあさ君との思い出どっちからいくえあるでしょ思いですか思い出かないよなそのはないんだよそのはないよあるよ俺はあんの昨日本当昨日の話試合い出って思い出あると分かんないけど昨日試合終わって そそベンチ試合出なかったんですけど一応これ言ってんのか分かんないけど試合に勝ったらなんて勝利球ああはい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 まあんかそういうのあるんですよねあってんか勝って気持ちよくなったのか分かんないですけどお前にっていうのありましたどん いでなね。いや引退したらこんな普通は広くなっちゃうわなるほどな今飯とかあんのでもそもそも後輩たまに連れてったりとかそれこそ韓国好きだからだからハンチョルとかドヒョンとかは韓国語で喋ってますよ あ喋ってますね本当にねほに伝わってるのか分かんないけど俺はあれほにしゃべれてるのかなってめっちゃ疑問なんですけどねマジ普通に喋ってんのうんんか喋って練習してるう本当にあそうんか家でも今は分かんないですけど前聞いた時オンラインレッスンしたりとかしてるっつってましたよなるほどねえっ師匠思い出あるの思い出はえっとまあ去年なんですけど 思い出というか面白かったことがあって、練習中、去年なんですけど、練習中に、まあちょっと、ポゼッションみたいな形でやってて、で、園くんがまあミスったんですね。で、そしたら、クソーとか言うじゃないですか、日本人だったら。まあ、そしたら園さん、韓国語で叫んだんですよ。それでもうめっちゃ笑ってしまって、練習中。 もうそれがもう思い出残ってますねあいつだいぶ染み付いてるなやっぱり韓国韓国語で避けないで韓国でクソみたいな出てたあいつ可愛いねあいつ引退決まってからあの多分班長よりこっそりあの韓国で仕事くれってやっぱ行きたいんだなあいつ韓国な本当好きっぽいなるほどないい思い出あんなでもちょっとこれ ままだまだ質問たくさんいただいたんですけれども、すいません、ちょっと時間の関係でそろそろお時間となりました、えー、たくさんメッセージいただいた、えー、メッセージは、まあ、選手も僕もあの読ませていただいております、ありがとうございます。えー、本日、えー、厳選なる抽選の結果、まあ、選手、チェキ写真にサインをした、えー、写真ですけれども、当選者はラジオネーム、愛花さんとミニクロワッサンさんの2名になります、おめでとうございます。 じゃ最後にお二人からイカナの皆さんにメッセージをお願いしたいと思うので、じゃあタマちゃんからお願いします。はい、えー、っともうシーズンも夏休を迎えて残り6試合になりました。えー、っと今シーズンは苦しいシーズンでしたけど、残り見てファンサポーターの方々がまた見に来たいと思ってもらえるような試合を一つでも多くできるように頑張ります。なのでまたスタジアム もししくくはダゾーンで応援してくださいよろしくお願いします。あありがとうございいまますすじゃあショーお願し今シーズン残りもわずかですが、えー、本当にサポーターの皆さんの応援っていうのが本当に改めてすごいなというか支えになってるなって感じてるんで自分も早く怪我直して残りの試合出れたら出て、えー、少しでも多くの人をこう楽しませるというかワクワクさせれるような。 ことができたらなってすごく思ってます。残りの試合もみんなで勝ちましょう。ありがとうございます、えー、次回の出演者はまた追ってご連絡させていただきたいと思います。では、それでは次回もお楽しみにしてください。えー、玉城選手、えー、福田選手ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。